はい、望月凛です。今回は UCLA アンダーソン経営大学院教授で時間の使い方と幸福度の関係性を専門にしているキャシー・ホームズさんの書かれた人生が充実する時間の使い方を解説していきます。この本は一言で言うとそのままだが幸せになる時間の使い方を教えてくれる本だ。幸せになる時間の使い方か。ああ、誰もが幸せになりたいと思っているわけだが、その幸せとは生まれ持った遺伝が5割、環境が1割、そして行動習慣で4割が決まると心理学教授であるリュボミアスキー先生は解き明かしている。そして人は幸せになると仕事がうまくこなせるようになり、メンタルも強くなり、人を好きになれるし、人からも好かれるようになるんだ。さらに人に親切な行動をとったり、人助けもできるようになり、健康的になることが数十年にも及ぶ研究で明らかになっている。幸せの効果すごいな。そこで時間の使い方と幸福度の関係性を専門にしている著者から人生が充実する時間の使い方を学ぼうというわけだな。今日の授業を受ければそんな幸せになる時間の使い方を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。まずは一日に自分の自由に使える時間がどれくらいあると幸せになれるのかについて説明していく。はい。最初に結論を言うと、幸せになりたければ自分の時間は1日2から5時間が最適になる。1日2から5時間が最適？ああ、というのは人は忙しすぎても暇すぎても不幸を感じてしまうからだ。ほう。実際にアメリカ生活時間調査によると、自分の時間が2時間未満の人は人生の満足度が低く、気分が落ち込み、食事に気を使う時間がないため不健康になり、ストレスを抱え、精神的に疲弊するという結果が出ている。自分の時間が2時間未満か。それってゲームをしたり、ネットフリックスを見たり、友達と食事をしたり、楽器を演奏したり、ゲームをする時間が1日に2時間もないってことですよね。そうだな。そういう人は当たり前だが、自分の時間がなさすぎて不幸になりやすくなってしまうんだ。そりゃそうだ。だが面白いのは、自分の自由に使える時間が5時間以上あると、それはそれで不幸になりやすいということなんだ。え、自分の時間がありすぎても困るってことですか？そうなる。へえ、なんでですか？5時間以上自由に使える時間があると、人は人生に生産性を感じることができなくなるからだ。生産性？そうだ。多くの人は心の中では一日をただぼんやりと過ごすことに嫌悪感を抱き、生産性を高めたいと思っているんだ。だから平日に一日中ゲームやテレビを見続けたりした日はなんかちょっと虚しくならないか？ああ、確かに周りの人は一生懸命働いているのに、自分は何の意味もない一日を過ごしてしまったなと思いますね。そうだろう。それに夏休みが長すぎて後半にだれる人もいたはずだ。ちなみにこの図を見てもわかる通り、自分が自由に使える時間は2時間と5時間とでは幸福度に差がないこともわかっている。え、つまり自分が自由に使える時間は1日に最低2時間あれば本当は十分ってことですか？でも僕は1日に2時間以上は自分の時間がありますけど、そんなに幸せを感じられないんですけどね。それはおそらく自由な時間が短いというよりも時間の使い方が悪いせいだろう。次の項目から人が幸せを感じる時間の使い方についても見ていこう。さて、ここからは1日24時間のうち何に時間を使うと人は幸せを感じやすいのかを3つ説明していく。はい。一つ目は、幸せになりたければ誰かと一緒に過ごすことに時間を使うことだ。誰かと一緒に過ごすか。ああ、というのはシンプルに人は親しい友達や家族、恋人、ペットと一緒に過ごす時間があると幸せを感じやすいからだな。へえ。実際に大学生200人以上を対象に長年幸せと感じる時間と幸せではない時間を記録してもらったんだが、そうすると幸せを感じていた人には共通点があり、それがこの誰かと一緒に過ごす時間だったんだ。その他の多くの実験でもやはり親しい相手と過ごす時間は時間の使い方として最善であることが証明されている。確かに花火大会は一人で行くとつまらないけど、
仲のいい人と一緒に行くと楽しいですもんね。そうだな。この1ヶ月で一番楽しかった出来事を思い出してもらうと、ほとんどの人は誰かと一緒に何かをした時間を思い浮かべるはずだぞ。このように人が幸せを感じる時間は、誰かと一緒に過ごした時間なんだ。そのため幸せになりたければ、人間関係に時間を使うことが一番大事になる。なるほど。次は、幸せになりたければ外に出ることに時間を使う、だな。外に出るか。ああ、というのは外に出ると気分が上がるし、必然的に歩いて運動することになって幸福度が上がりやすいからだな。なるほど。実際に100万件以上のデータを分析すると、人は室内よりも室外にいる時の方が幸せを感じやすいということが分かっている。へえ、意識したことなかったけど、外に出るのってすごいんだな。そうなる。本来人は外で過ごす生き物だからな。そうですね。そのため運動をするのなら室内よりも外の方がいいし、家で野球を見るよりも野球観戦をしに行った方がいいし、休みの日に家の中で過ごすよりもとりあえず外に出てしまった方が幸せになれるということだな。ちなみにこれは天気や活動の種類は関係なかった。ん？つまり雨や雪、寒い日や猛暑日、仕事、デート、面白くないイベントだったとしても、ただ外に出るだけで人は幸せを感じやすいんだな。へえ。次は、幸せになりたければ没頭する時間を持つことだな。没頭する時間か。ああ、というのは人は没頭している時に幸せを感じやすい生き物だからだな。実際に心理学者である筑仙富美先生は、人は時間の感覚を失い、我を忘れるほどに今やっていることに没頭している時に最も幸せを感じると述べている。へえ。ほら、隣の席の人が席を立って帰っていたとしても気づかないぐらい勉強や仕事に集中していたことはないか。ああ、たまにありますね。あの感覚がここで言う没頭になる。この没頭は仕事や楽器の演奏、何かを作ったり、運動やゲームなど、自分が心から楽しめて自分のスキルを活かせる活動をしている時に一番起こりやすいんだ。へえ。だが一日に没頭できる時間は限られている。そのためこの限られた没頭できる時間を大事にして、できるだけ何かに邪魔されないように注意することが大事になる。さて、ここからは逆に幸せではない時間の使い方を3つ見ていこう。はい。幸せではない時間の使い方の1つ目は孤独な時間だな。やっぱり孤独か。そうだ。まあさっきも説明したように、人は親しい人と一緒に過ごす時間に幸せを感じるわけだから、逆に一人ぼっちの孤独な時間に幸せを感じられないのは当たり前かもしれないな。確かにそうですね。実際にハーバード大学教授のロバート・ウォールディンガーさんとブリンマー大学教授のマーク・シュルツさんは、慢性的な孤独感は1年あたりの死亡率を 26% 高めると発表している。事実、独身男性は短命になりやすいのだ。くそ、年金いっぱい払ったのに。でもさっき幸せになるには没頭する時間も大事って言いましたよね。没頭する時間は一人じゃないとダメですよね。これって矛盾してませんか？うむ、ナイス質問だ。ここのポイントは慢性的な孤独が良くないということだ。慢性的か。そうだ。一時的に一人になる時間は何かに没頭したりリラックスするためにもむしろ必要だろう。そうですね。そのためさっきも言ったが、慢性的な孤独感を避けるためにも一日一つは人と関わる活動を盛り込むことが大切になる。例えば一日の中で夕飯だけは家族と一緒にとるとか、一日の終わりにバーやスナックに行ってもいいだろう。幸せではない時間の使い方の2つ目は、やらなければいけないことに時間を使うことだな。やらなければいけないこと？ああ、ここで言うやらなければいけないことというのは、仕事や家事、介護、子育て、通勤、洗濯、掃除などの時間になる。いわゆる誰かに指図されたり、やらないといけない作業のことだな。で、なぜこういったことに時間を使うと幸せを感じられないのかというと、人間は自分で選びたい生き物だからだ。選びたいか。そうだ。ほら、
親に勉強しろとか介護してくれと言われると反発したくなるし、不快感を覚えるだろう。確かにそうですね。これは自分ではない誰かに指図されたからだ。逆に自分で介護するのかどうかを決められれば、仮に親の介護をすることになってもそこまで不快感はないはずだ。はい。このように人は自分で決められないと不快感を抱き、幸福度が下がってしまうんだ。なるほどな。そのため人生から誰かにやらされたり、やらなければいけないことに使う時間をできる範囲で削っていくといいだろう。まずはお金を使って食器洗浄機やドラム式洗濯機、家事代行、ホームヘルパー、ベビーシッターなどのサービスを活用して自分がやらされている作業を大幅に減らすことだ。そして空いた時間を自分の意思で仕事に当てたり、植物を育てたり、友人と話す時間や外に出て運動する時間、没頭できる趣味などに置き換えるとシンプルに幸せになれるだろう。幸せではない時間の使い方の3つ目は、無意味だと感じることに時間を使うことだな。無意味だと感じることに時間を使うか。ああ、というのはさっきも説明した通り、人は心の中で生産性のある一日を送りたいと思っているわけだから、無駄なことに時間を使うと不快感を抱くのだ。無駄なことって？著者が調べたところ、会議、ニュースの視聴、 SNS、 ゲーム、通勤などの時間を無駄だと感じている人は多かった。へえ、まあ確かに無駄な会議とかは多いですね。ワイドショーとかニュースもよくよく考えると、見ていようが見ていなかろうがどっちでもいいですもんね。むしろ見るとネガティブになるので、見ない方がマシかもしれません。うむ、もちろん何が無駄で何に価値があるのかは人によって感じ方が違うと思うんだが、自分が生産性がなくて無駄だと本当は心のどこかで思っていることには、できる限り時間を使わない方がいいだろう。そういった無駄なことに使っている時間を、人と会ったり外に出たり何かに没頭したり運動をしたり、たっぷり寝ることに使った方がはるかに幸せになりやすいということだな。なるほどな。この本ではめんどくさいかもしれないが、1から2週間かけて自分が何に時間を使っているのかを記録して見える化してみることをおすすめしている。そして目で見て、時間をこんなに無駄にしているんだとわかると、本気でやめようという気になり、もっと人との真剣なつながりに時間を使おうと思い直せるようになるそうだ。へえ。家計簿アプリで自分が無駄遣いをしているのをはっきり数字で見える化されると、お金の使い方を考えるようになるのと同じだな。なるほど。次は、仕事を楽しむにはお金以外の目的と友達の存在が大事だな。お金以外の目的と友達が大事？ああ、人生を充実させる上でプライベートだけでなく仕事の時間が充実しているかどうかもとても大事な要素になる。確かに仕事に一番長い時間を使うわけですもんね。そうだ。実際に仕事が辛いと人生全体の満足度も下がってしまうことが分かっている。そこで仕事を楽しむ方法が2つある。1つ目は、なぜその仕事をするのか、その目的を知ることだ。目的か。そうだ。仕事をやる目的が自分の中でしっかりと定まっていれば、人は仕事をやらされるのではなく自発的に取り組むようになるし、充実感を抱きやすいんだ。そのためまずは自分に対して、なんでこの仕事をしているのかと問いただしてみてほしい。やっぱりお金ですよね。まあお金は当たり前なんだが、それだけだとダメだ。え？実際に仕事でお金を稼ぐという目的だけを掲げた人は、人生の満足度が著しく低いことが分かっている。何？だからお金を稼ぐこと以上の目的を探してみることだ。この本には、普通は1年も続けられずに辞めてしまうがんセンターの清掃員を10年以上続けている女性が出てくるんだが、それはその女性が患者さんの日々を明るくすることで人の力になるという目的を持っているからなのだそうだ。へえ。でも僕にはそんな立派な目的はないんですけど。そうか。それなら仕事を楽しむ方法の2つ目である、職場に友達を作るという方法を試すといいだろう。友達？そうだ。実際に職場に親友がいると答えた人の方が、いないと答えた人よりも仕事への熱意が高くて仕事の質や職場での幸福度も高かった。
そうなのか。ほら、学校に行くのは授業を受けるためというよりも、本当のところ友達と会うためだったりするだろう。ああ、確かに友達と話したいから行くみたいな感じですね。最後は、楽しいことや幸せは長続きしない、だな。楽しいことや幸せは長続きしないか。ああ、というのは私たちは、ずっと同じものやことを繰り返すと慣れてしまうという性質を持っているからだ。ほう。これは辛い経験の痛みを和らげるのに役立つんだが、逆に喜びも軽減してしまうんだ。例えば初めのうちは、うなぎを食べたり彼女とデートに行ったり、久しぶりに親と食事をしたり、子供が一緒にどこかへ出かけることを楽しめたりするんだが、これも何度も繰り返すとあまり喜びを感じられなくなってしまうんだ。ああ、確かにそうですね。親と食事に行くことがたまにありますけど、今はもう別に楽しくはないですね。そうだろう。それは何度も繰り返して慣れてしまったからだな。そこで慣れを乗り越えて、幸せな時間を幸せに感じられるようになるには、自分に残された時間を意識して、今やっていることをあと何回することができるのかを意識することだ。どういうこと？まずはこれを見ろ。これは？月単位で見た私たちの人生だ。こんだけ？そうだ。お前が何もせずに過ごしている間に、1ヶ月、そしてまた1ヶ月と過ぎ去っているのだ。恐ろしいな。このように私たちに残された時間に意識を向けると、今の幸せな時間にも限りがあることに気がつくだろう。子供を送り迎えできるのはあと何回だろうか。親と一緒に食事に行けるのはあと何回だろうか。この相手と一緒にいられるのは、おそらくそこまで多くはないはずだぞ。そうですね。それでは、今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。